皆さんこんにちは、ニンテンドーの岩田です。今日はちょっとダイレクトとして、ニンテンドー 3DS LL のバリエーション展開について、皆さんに直接お知らせしたいと思います。ニンテンドー 3DS LL 発売当初にご用意した、シルバーブラック、レッドブラック、ホワイトの3つのカラーバリエーションに加えて、9月27日には、 ピンクホワイトを展開しさらに先日ニンテンドホームページでブルーブラックを10月11日に発売することをお知らせしていますのでこれでカラーバリエーションは合計5つになっています今日はこの5つのカラーバリエーションに加えてこれから年内に展開するニンテンドー 3DSLL のいくつかのバリエーションモデルを まととめてご紹介しししたいと思いい思ままますす。ので、よろしくお願いします、ま、ず今日最初にお知らせするのは新たなカラーバリエーションであるブラックです。ご覧の皆さんの中にも内外装がブラックに揃うことに魅力を感じていただける方がいらっしゃるのではないのでしょうか。このブラックの発売は11月1日を予定しており希望小売価格は従来と同じく。 税込 18, 円ですまた今回特別モデルとして Nintendo3DSLL モンスターハンタートライジーパックを期間限定で発売することになりましたこのモデルは新しく発売されるブラックの Nintendo3DSLL 本体に内蔵されている 4GB の SDHC カードに モンスターハンタートライジーの製品版ソフトのダウンロード版があらかじめ保存されている特別モデルでこのモデルを買い求めいただくだけですぐにモンスターハンタートライジーを楽しめるお得なモデルですモンスターハンタートライジーのソフトがハードに内蔵されることになりますから Nintendo 3DS のカードソフトでどのソフトを遊んでいる時にも モンスターハンタートライ G ソフトを持ち歩くことなく友達と集まったときにすぐに一緒に狩りが楽しめるということになります。そしてこれから Wii U のモンスターハンタートライ G HD バージョンとの連携にも便利ですね。発売はブラックモデルと同じく11月1日を予定しており希望小売価格はソフトハードを別々にお買い求めいただくよりお得な税込み 2万1,800円といたします次にご紹介するのは11月8日に発売される「飛び出せ動物の森」の発売に合わせて期間限定で発売する Nintendo3DSLL「L L 飛び出せ動物の森」パックですご覧のように動物の森ならではのデザインを施したホワイトをベースとしたモデルですこのモデルは この動物の森特別デザインの Nintendo 3DS LL 本体に加え内蔵されている 4GB の SDHC カードに飛び出せ動物の森の製品版ソフトのダウンロード版があらかじめ保存されている特別モデルでこのモデルを買い求めいただくだけですぐに飛び出せ動物の森を楽しめるお得なモデルです動物の森シリーズは 毎日お楽しみいただくというプレイスタイルのゲームですがこのような内蔵モデルであれば他の任天堂 t e ー 3DS 用カードソフトを差し込んだ状態でも常に飛び出せ動物の森を起動でき毎日お楽しみいただくのに便利です発売はソフトと同日の11月8日希望小売価格はソフトハードを別々にお買い求めいただくより少しお得な税込み 22,800円といたします。最後にご紹介するのは、年齢、性別、ゲーム経験の有無を問わず、誰もが楽しめる定番 3DS ソフトの代表、ニュースーパーマリオブラザーズ2の製品版ソフトのダウンロード版が、3DSLL 本体内蔵の SDHC カードにあらかじめ保存されている、期間限定特別モデル、Nintendo3DSLL ニュースーパーマリオブラザーズ2パックです。ご覧のようにマリオキャラクターをあしらったレッドブラックをベースとしたモデルです。マリオファンの皆さんはもちろんこの年末のプレゼントとしても最適なモデルになると思います。発売は11月15日希望小売価格は同じく税込22,800円といたします。また 今回のような限定の特別版ハードを発売させていただくにあたり4月発売のファイアーエ b ブレム覚醒スペシャルパックにおいて予想を超えるご注文をいただいたことで予約サイトがダウンしたり予定していた生産数量で需要を満たすことができず入手を希望されていたお客様全てにお届けできなかった上に転売などが横行してしまい多くのお客様が不愉快な思いをされたと いううことの反省をどう生かすのかとということを社内で議論してままいりましたその結果として今回発表しました特別モデルは一般の店頭で予約を受けていただき年内は需要に応じて段階的に増産をさせていただくことにいたしました通常のソフト同梱のスペシャルパックによくあるような発売日に一度だけ出荷され増産がないと。 いう形にはしませんのでどうぞよろしくお願いいたします予約については各流通の皆様にご説明をしてからお店での予約受付開始になると思いますので少しお待ちください本日のお知らせは以上ですご覧いただいてどうもありがとうございました